ごめんね、すげえ関係ないんだけど、ジェームス・テイラーの一番新しいアルバムで、うん、アメリカン・スタンダードって、ああ、ほんまに40年代、はい、50年代からの曲をジェームス・テイラーが、その時代ってピアノでやってたもん、ギターでカバーして、やってるアルバムをこないで出してたの。はい、それをさ、いや別にこんな状況になる前に作ってやってんやろうけど、変な話、こういう状況になる前から、なんか求められてるもんとか、いろんなもんって、まあもちろんさ、日本でも10年ぐらい前からカバー集とかいっぱい出てて、なんかそれはなんかこう、売り上げのためとかそういうもんなんかもしれんけど、でもジェームス・テイラーがそれを今この時点で作ったっていうことは、なんかすごい意味があるなと思って、うん、それはもう音楽っていうもん、それを商売じゃなくて、今何を発するかっていうもんに対しての、なんかすごいこう一個の回答やなと思って。結局、その、なんか人が気づいてない、その自然的なもんなんか、霊的なもんなんかわからんけど、そういうものを感じ取って表現する、先に表現するもんや。別にそれは音楽とか美術やってる人ではなくて、ね、なんかこう普通の仕事してる人でもそうなんかもしれんけど。うん、でなんかやっぱりそこにまとわりついてくる、なんていうかな、別のエネルギーみたいなものが、うん、うまく働いてる時代と、うん、それが立ち行かんかった時にもう日本人らしいなとも思うんやけど、うん、やっぱりこう謎の2010年以降、なんかこう、音楽じゃなくなった、そうね、みたいな、うん。音楽が音楽じゃなくなった、みたいな。だからまあ、俺はミュージシャンやから勝手なこと言うけど、あ、これを機にみんな音楽聴くようになったらいいのにな、みたいな、気楽なことをすごい考えるけど、うん、こういう状況やと音楽って聴けんくなるやん。うん、うん、でもそうは聴ける音楽多分